どうもしゅんです。こんにちは。今日は準備編ということでウェブ面接のポイントを動画にしました。今後ウェブ面接をする機会がどんどん増えてくると思うので、この動画を参考にしていただけると嬉しいです。どうぞ。こんにちは、うずうずの岡本です。しゅんさんでよろしかったですかね。はい、そうです。最初に簡単に自己紹介していただけますか。ここでのポイントはネット環境を事前に整えるというところがポイントになります。しゅんさんの声がだいぶ止まってしまってこっちに聞こえないっていう瞬間があったんですけれども、こういうことが起こるのはネット環境がいい状態ではないとそうなってしまって面接官に対してストレスを与えてしまうっていうことがあるので、事前にテストをしてちゃんと問題なくスムーズなやり取りができるかっていうのを確認するようにする。もしそれが自宅のネット環境で難しい場合には Wi-Fi を新しくしたりだとか、ネットが速い環境、例えば漫画喫茶だったりとかカラオケボックスのネット環境を整備しているところなので、そういったところを利用するということをお勧めします。では学生時代に力を入れたことを教えてください。はい、学生時代力を入れたことは、就活イベントの運営になります。自己 PR をお願いします。はい、私の強みは、巻き込み力と行動力です。皆さんお気づきだと思うんですけれども、やっぱり面接中にこういう動きがですね見えてしまうと面接官の気持ちとしてはすごい気になりますし、自分としても見えるのって嫌だと思うんですよ。なんですごくシンプルなんですけれども、面接の前にはしっかり通知をオフにしておく。それはパソコンの場合でもスマホの場合でも同じです。会社選びの基準を教えてください。はい、私の就活の軸は人です。人と言いましてもいろんな要素があると思うんですけど、ここでのポイントはデバイスの場所です。今カメラの位置と私の目線同じ位置になってるんですけれども、それが上すぎたりだとか下すぎたりしてしまうと相手を見下すように見えてしまったりだとか見上げるように見えてしまったりします。やはり印象が一番良いのはこうやってまっすぐ相手を同じ目線で見えてる状態が良いので、その高さになっているかどうかっていうのを事前に確認して準備しておくことが良いです。それではフェイシャルを志望する志望動機を教えてください。御社を志望する動機としてはいくつかあるんですが、御社の社員さん8名とお会いさせていただいた際に社員さんのビジョンに惹かれて御社を志望させていただきました。このようにスマホを手で持つのはやめた方がいいです。見てわかるようにめちゃくちゃブレるんですよね。これは面接官としてすごく気になります。なので固定するためのスタンドを購入しておくというのでも良いですし、もしくは本とかを重ねて固定したりだとか家にあるものでも十分に対応できると思うので、手で持つのではなくて固定するということを大事にしてください。私が仕事で一番大事にしていることは目の前のことに一生懸命になることです。やりたいことがたくさんできたりとか、やらなきゃいけないことが、たくさん起きたり、自分が何をしたいのかわからなくなる時がよくあるんですが、このようにですね、背景にいろんなものが映ってると面接官は気になってしまうんですよね。なので無難なのは何もない壁を映しておくのが一番無難だったりします。でもアピールに使えるような自分のパーソナリティを表現するようなものを一つ二つ置いておいて、面接官にこれって何みたいな形で拾ってもらえるような状態を作るのは、そういった狙いがある場合はプラスに転じることもあるので、そこら辺を考えながらどの背景を映すかというところの位置取りを決めていただければと思います。それでは提出いただいたエントリーシートを拝見しているんですけれども、自己 PR についてもう少し詳しく教えてください。はい、ちょっと履歴書取りに行ってきます。あ、わかりました。ここでのポイントは面接で使う書類は事前に準備しておく。履歴書や職務経歴書、エントリーシートはもちろんなんですけれども、会社のパンフレットだったりそういったものを持っている場合は手元に置いて面接を途中で止めることがないように、そういった準備を進めておくと良いでしょう。またウェブ面接のポイントは、まあカンペとかを見ても相手にそんなにわからないみたいなところは一つのポイントでもあるので、読み上げるような感じになると印象は悪くなるんですけれども、カメラの近くに貼っておけばそんなに目線をずらさずに重要なことを忘れずに伝えられるっていうところもメリットになるので、そういった準備もしておくと良いでしょう。以上で本日の面接を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ここでのポイントは皆さん見てお分かりのように、しっかり全身対面の面接と同じように
スーツを着ることをお勧めします。ふとした瞬間にこう下だけパジャマだったりとか見えてしまうと、やっぱりあまりいい印象っていうのは面接官は持たないので、相手に見えないかもしれないけれども、しっかり対面と同じようにスーツを着ておくことをお勧めします。ここでの注意ポイントはアカウント設定になります。しゅんさんが設定していたようなアイコンだったりとか、あと名前が本名じゃない場合だと、面接官が見た時にこの人誰なんだろう、本当にこのアカウントと連絡していいのかなっていうのが分からなくなってしまうので、写真は実際の自分の写真、名前は本名にっていうところを就職活動を行っている間は変更しておくことをお勧めします。再現 VTR を見ていただき分かったと思うんですが、本当にウェブ面接ではいろんな落とし穴があって、その落とし穴に落ちないためには事前の準備が本当に重要になります。でも一つ一つの落とし穴を全部チェックしていくのってすごく難しいと思います。一番いい方法が何かというと、予行演習をするというのがおすすめになります。実際に繋いでみると分かる、あ、こういう聞き取りづらさあるのかとか、こういうとこ自分だったら気になるかもな、みたいなところを潰していくと、本番のウェブ面接でもスムーズに話をすることができるので、ぜひ一度と言わずに二度三度は予行演習をしていただけると、面接の通過率がぐっと上がると思うので、ぜひ友達と試してみてください。はい、ということでリモートでの撮影はとても大変でした。岡本さんの動画などは下の概要欄にあるので、よかったらチェックしてみてください。今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。よろしくお願いします、みたいな感じですかね。そうですね。これも続けていきます。この1本だけ押していただいて、わかりました。じゃあ